次回は昭和から永遠と続く、まあ、特撮テレビシリーズのあの仮面ライダーの話をしてきたわけですが、これがその系譜というか歩みになります。で、仮面ライダーっていうのは1971年、昭和より46年の4月に関西の準キー局である毎日放送、東京では居抜いて現在のテレビ朝日系列で、まあ、スタートしました。その裏番組が、前回も言ったんですけれども、大橋巨泉が司会をするお笑い頭の体操という番組で、これが高視聴率で、まあ、圧倒的な人気を誇った番組だったんです。それで仮面ライダーの第1話というのは、そんなこともあって関東での視聴率はたった 8.1% で 10% に満たなかったんですが、しかし、まあ、仮面ライダーで技の1号、力の2号と、まあ、言われているんですけれども、その2号の佐々木剛の派手な、まあ、変身ポーズがバッチリ決まったんですが、それを契機に視聴率は右肩上がりでなってきたわけです。またこれは苦しばりに誕生したんですけども、ライダーキック、これが意外なことにライダーキック効果が大流行して、瞬く間に高視聴率の人気番組にしたわけです。で、変身ベルトのピカピカも、最初は予算がないので特撮のスタッフがフィルムに手で書き入れていたんです。まあ、スタッフたちはあまりにもこうチャチーので、まあ、とても不器用だったんですけど、なんだか知らないけど子どもたちのというのはなぜか、まあ、それがダイナミックに見えた、まあ、力感が感じられたんでしょうね。これは大変な人気になりまして、まあ、変身ベルトなんかも大いに売れました。まあ、私はその頃、まあ、なんか仕事が多忙で、あまり仮面ライダーを、まあ、見る機会っていうのは少なかったんですけれども、まあ、代表はアマゾンの必殺の噛みつき技とか、それから引っかき技ですか、野生的な激闘シーンっていうか、それから第5話のストロンガーの2段変身のチャージアップとか、電波人間タックルなど、そのぐらいが印象に残っているぐらいです。で、まあ、機会がありまして、79年に放映第6作というのは放映をまた再び開始したわけで、新仮面ライダーとか、まあ、スカイライダーとか呼ばれていますけれども、その仮面ライダーそのものの経験に復帰した初代のテイストが盛り込まれているシリアスなストーリーが中心だったんですけれども、これがまた評判よくで、後半では歴代のライダーがにぎやかにゲスト出演して、まあ人気が再び、まあ、回復したわけです。 そして、まあ、ここにあります仮面ライダースーパーワン、 ZX ブラックと続いて74年のライダーアマゾンのマッチをやっていた最中でしたね。テレビ界で大きな出来事があったわけです。というのはテレビ局っていうのは、キー局または準キー局から各地に散らばっているネットワーク系列の地方テレビ局にマイクロ電波で送られて、それから放映されているんですけれども、その系列っていうのは、例えば仮面ライダーの場合は毎日放送で放映され、東京では毎日放送の東京放送ではなくて、朝日新聞系の居抜いて現在のテレビ朝日のネットで放映されていたわけです。反対に毎日放送 の東京放送の番組では大阪の朝日放送のネットが放映されているという、そういうねじり現象があったわけですね。それでそのねじり現象がやっぱりこのまま放出することができないということで、
あの74年4月1日午前0時をもってそのねじれを元に戻すという、まあ、決定が下されて大変革が起こって、あの現場は、まあ、大変に、まあ、大騒動だったわけなんですけれども、仮面ライダーはその結果当然 TBS 系列で放映することになったわけですけれども、 NET はその空いた枠を4月から新作で埋めたいと、まあ、平山さんのいる東映に行ったわけです。で平山さんは、まあ、とにかく放映までほとんど時間がないので、よしそれならあれだあれしかないという、以前毎日放送時など提案して没になった企画が頭に浮かんだんです。まあ、そのことを喫茶店で、まあ、笑いながら言ってたのがとても印象的だったんですけれども、平山さんっていうのは前回も話しましたけれども、1974年、昭和29年に東映に入社して、京都の撮影所で10年余り、まあ、過ごして、約130分余りの映画の助監を務めてたわけです。普通助監督っていうと助監督自体、まあ、せいぜい多くて40本50本なんですけれども、平山さんは130本という、まあ、驚異的な、まあ、映画の助監を務めたことになりますけれども、その助監を務めた昭和30年から40年代っていうのはまさに東映の時代劇の、まあ、黄金時代だったんですね。でその黄金時代のお正月とお盆には必ず東映の片岡千恵蔵、市川右太門、中村金之助、大川橋蔵、東千代之助、大友龍太郎、月形龍之介など主役が、まあ、総出演する、まあ、東映のオールスター時代劇が、まあ、上映されたわけです。その、オールスター映画っていうのは、まあ、その年の配給収入ランキングでも、まあ、常にトップを独占したわけなんですけれども、まあ、日本中を熱狂させたジャンルということになります。平山さんはそのオールスターの時代劇の監督をしていた、まあ、東映では巨匠と言われた松田定次監督の私たちはよく松田定次なんか言ってたんですけれど、彼のチーフの助監を長年務めていたわけなんですけれども、その黄金時代の記憶が平山さんの頭に、まあ、こびりついていたんだと私は考えるんですけれども、その没になった企画というのは東映オールスター時代劇のように5人のライターがドカーンと登場するというそういう、まあ、企画だったわけです。それまで、まあ、2人ライダー、3人ライダー、4人ライダー、5人ライダーという映画化とか、それから、まあ、ビッグイベントをやってきましたが、まあ、その際まあ、例えばメインライダーが目立たないとか、脇役が全く出して意味がなかったとか、いろいろ、まあ、批判がありました。しかし5人揃ったライダーがと、まあ、登場しますと、まあ、観客は、まあ、大いに興奮して、まあ、ヒーローが多ければ多いほど、まあ、大きな盛り上がりを見せたわけなんです。そういうことで、まあ、平山さんはそのとっておき その5人ライダーという企画を、まあ、提案したわけなんですけれども、東映のオールスター映画っていうのは大物の役者が単にこうゾロゾロと金魚のうんこのように出てきたわけじゃないわけです。ストーリーの中で一人一人の持ち味をたっぷり生かして、それぞれの役者の見せ場を全編つないでいっていったわけです。でスターたちは競い合って、まあ、自分の演技をしたんで非常に、まあ、迫力ある芝居が展開されたわけなんですけど、
またそのゾロゾロ出てくる役者に対して、まあ、例えば出ていないにはその場面とは別のところで戦っているというような伏線を張って、最後の喪失への時出てきて道番を見せるとか、まあ様々な工夫が、まあ、なされたわけですね。それは経験の積み上げでそのような、まあ、作りができたわけなんですけれども、だから派手で賑やかなオールスター映画、東映のオールスター映画っていうのはどこの映画館でも、まあ、大盛況だったわけです。東映にはそういうオールスターが総出演する、まあ、ハウツーというかスキルが、まあ、蓄積されてあったわけなんです。それを生かさないわけには、それを生かそう生かさない手はない、この五人披露の番組は絶対受けるんでというんで、平山さんは NET に提出、その企画を提出したわけなんです。ただその五人のヒーローが登場するタイトルなんですが、これは非常にまあ、悩んだようですね、平山さんは。で、秘密戦隊の後に続くネーミングっていうのはなかなか決まらなくて、でもう、まあ、時間切れになる切羽詰まった時に、まあ、ふと頭の中に浮かんだのは色とヒーローのそれぞれの個性を強調するのはどうか。これは以前壁と忍者赤影の時そうしたわけなんですけども、その思いが、まあ、よぎったそうなんですね。それで、まあ、レッドレンジャー、ブルーレンジャー、イエローレンジャー、赤レンジャー、オレンジレンジャーとかつぶやいてるうちに、いきなり、まあ、脳裏に、まあ、電撃が走って、そうだ、5人揃ってるなら5レンジャーがいいんじゃないか、これだこれでいこうということで、まあ、ゴレンジャーというネービングが、まあ、決定したという、そういう、まあ、経緯があったそうです。